こんにちは、月島です。リファレンスのすすめ第1回目の動画です。私は最近引っ越しをして、モニタースピーカーを置く環境が変わりましたので、このソナーワークスリファレンス4を使ってスピーカーのキャリブレーションを取りたいと思います。このマイクとソフトウェアを使用してスピーカーがフラットな音を出せるように測定をしていきます。今回の動画では5つの項目に分けて測定やソフトウェアについて見ていきたいと思います。まずはなぜモニタースピーカーのキャリブレーションが必要なのかについてのお話です。はい、DTM 環境を自宅の部屋で構築する場合、スピーカーの性能を十分に発揮できない場合があります。それは、モニタースピーカーから聞こえる音は、設置する場所や環境によって変わってきます。完璧に調整されたスタジオに設置するのと、普通の自宅の部屋に設置するのでは、当然反射する音も違い、聞こえる音も変わります。大体の場合、低音が必要以上に出ていることが多いです。それを解消するためのアイテムが、このソナーワークスリファレンス4です。このマイクで部屋を測定し、測定後に DAW のマスタートラックの最後にリファレンス4のプラグインを挿すことにより、スピーカーから出る音をフラットにしてくれます。その結果、フラットな環境でのミックス作業が可能になります。また、この測定用のマイクは個別にナンバリングされていて、マイクの特性ごとメーカーに登録されています。これはすごいなと思いました。では次に測定する様子をご覧ください。それではまずマイクをオーディオインターフェースに接続していきます。はい、次にファンタム電源をオンにします。はい、それでは測定をしていきたいと思います。リファレンス4メジャーというソフトウェアを立ち上げました。このソフトウェアを使って測定します。ではメジャーユアスピーカーズというボタンをクリックします。まずここでチェックリストを確認します。項目を確認したら NEXT をクリックします。このページではマイクの ID を入力します。入力できましたので次へをクリックします。これは私が持っているマイクの周波数特性を表したグラフです。次へ行きます。ここでインプットとアウトプットのデバイスを設定します。Please adjust the volume of your output device. My voice should sound at normal conversation volume. Left speaker. Right speaker. 入力とアウトプットが確認できたので、次のページに行きます。マイクのインプットゲインを確認します。Stay where you are. Measurements in progress. Left speaker done. Stay where you are. Measurements in progress.はい、それでは測定が完了しましたので結果を見ていきたいと思います。結果はこんな感じです。やはりフラットには程遠く、低音から高音までデコボコした状態になっています。ここでプロフィールネームを決めて、この結果を保存しておくことができます。保存しておけば測定は1回で済みます。
これでスピーカーのプロファイルが保存されました。今の測定結果をリファレンス4に読み込んだ状態です。イコライザーを有効にするとこんな感じでフラットに修正してくれます。ちなみに修正前はこんな感じです。修正後が紫、修正前が青です。はい、このプラグインは3台のパソコンにインストール可能です。パソコンを買い替えた時などはホームページから自分でディアクティベーションし、新しくアクティベーションすることができます。ヘッドホンのキャリブレーションファイルも存在し、ソニー MDR900ST もファイルがありますので、ロードしてフラットな状態にすることが可能です。プリセッツのタブを押します。アドプリセットをクリック。キャリブレーションプロファイルの欄でアドヘッドフォンズを押します。そうしますとメーカーごとに分けられていて、ソニーのヘッドホンが35モデル入っています。 MDR-CD900ST がありましたので、これを選んでセレクトを押します。アドプリセットをクリック。ヘッドホンが追加されました。ちなみにキャリブレーションしないとこんな感じの周波数になっています。フラットにします。またヘッドホンで擬似的にモニタースピーカーの状態を再現することもこのプラグインを使えば可能です。はい、それではプラグインのオンとオフでどのように音が違うのか確認してみたいと思います。まず DAW のマスタートラックにソナーワークスのリファレンス4を立ち上げます。用意ができました。まずキックの音で試してみたいと思います。そのままの状態で音を出してみます。ではプラグインをオンにして音を出してみます。全然違う音になりました。次にドラムループの音を出してみたいと思います。プラグインをオフの状態で出します。プラグインをオンにしてみます。再生します。こちらも大きく音が変わってきています。特にキックの音が良くなっていると思います。次にアコースティックギターです。プラグインをオンにします。では次にドラムとアコースティックギターのループを合わせて鳴らしてみたいと思います。まずプラグインをオフにして流します。次にオンにして流します。
いかがでしょうか。やはりフラットになっている方がミックスがしやすいと思います。モニタリング環境について第1回目の動画でした。自宅でモニター環境を作る場合はモニタースピーカーとセットでこういったリファレンス用のプラグインが必要になると思います。例えばキャリブレーションしないで低音が出すぎているモニター環境でミックスをした場合、おそらく低音が弱いミックスが出来上がると思います。やはりそういうことは避けたいので必要なアイテムだと思います。次回のリファレンスの勧めでは別の会社のリファレンスソフトを試してみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。